大橋テル子はフリーアナウンサーである。現在は NPO 日本スピーチ話し方協会代表を務めている。山口県周南市に生まれ、東京都立駒場高等学校を経て、慶応義塾大学文学部ドイツ文学科在学中に FM 東京で番組ファッションクラシックを担当し、卒業後に日本短波放送へ入社する。アナウンサーとして公開番組、 ヤロうどもメロードも王、などを担当すると、深夜放送と BCL の流行に伴い、ラジオパーソナリティとして、チェリーちゃんの愛称で人気を博する。シングルレコード、タンポポ色の飛行船、素敵な機能と LP レコード、サクランボを発売すると、週刊誌やテレビのドキュメント番組が取材するほか、自他もに、親衛隊を称する熱心なファンらが、大橋本人は公認のもで、 通勤時や指示の買い物に荷物を持つなどして同行する姿が散見されている。後にフリーランスアナウンサーとして日本放送のポップスベスト 10TBS ラジオのラジオはアメリカン日本テレビのルックルック今日は文化放送の大橋テルコのこれで決めましょう。などに出演する。この時期アマチュア無線番組を担当した縁で アマチュア無線技師の資格を取得した。当時のコールサインは JL1GPK。1985年から5年間、サンフランシスコに居住し、当地で日本語放送の番組に出演する他小学校でスピーチ教育に携わる。帰国後は、ラジオ単波の合格一本道や1990年代後半に TBS ラジオのラジオはカプチーノなど、 AM ラジオで番組を担当し、現在はラジオ日経で長岡和也と共に私の書いたポエムを30年以上担当する他にニコニコチャンネルのラジオ日経チャンネルで大橋照子のドキドキラジオを担当している。後に TBS テレビでドラマ化される少しは恩返しができたかなを2005年に自ら企画して取材と執筆している。2009年から 松島湾遊覧船の松島ベイクルーズで観光案内の録音アナウンスを日本語と英語ともに担当するほかに会津乗合図のりアい自動車や成田空港からのリムジンバスや中央高速バスなどのバス車内と鉄道駅の案内アナウンスも手掛けている。自ら手掛ける他に旧来よりのファンらの催しなどで盛んに交流している。現在は NPO 日本スピーチ話し方協会。 代表理事として、スピーチ教育と、ボランティアグループ、一歩一歩の会代表として、小児科病棟や老人ホームなどで朗読ボランティアを、するほか、大橋テルコアナの話し方教室を開講している。ありがとうございます。